タルタリア入門編。タルタリアマットフラットをまだ知らない方多いので、入門編ということで今回の動画をやっていきたいと思います。私自身再確認、新たな発見もあると思うので楽しみです。ダッタンズ、1598年頃にこのような地図が作られていたなんて本当に驚きでした。日本で1600年頃といえば関ヶ原の戦いぐらいです。このように自分もいろいろと調べていくうちに変わっていき、今では確信に変わりました。その他にも例を挙げてみると、ロシア、シベリアなど一部の地域では200年以上の樹木が存在しない、ロシアの湖は深淵で爆弾が落ちた後のようなものが多い、似たようなタルタリア洋風建築が全世界に存在。全世界でタルタリア建築が埋まっていると思われるものが多数。
スターフォート星型要塞が世界に1000個以上存在。レンガ造りのものも多い。以上の通り5つの例を挙げてきましたが、まだ他にもたくさんあります。それはまた当チャンネルでこれからご紹介していきます。皆さんの目にはどう映ったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。Thank you.